こちらの机の中央には吸引口があり、会話での飛沫や呼気を吸収します。オフィス用品大手のコクヨは、人が会話する際の飛沫や呼気を吸い込む会議用テーブルを開発しました。吸い込まれた飛沫などは空気清浄機のフィルターでウイルスを取り除き排出されます。室内の空気の換気もできるということです。価格は200万円程度からで、すでに複数の企業から問い合わせが来ているということです。